この世が始まってこの世がどういうふうに形成されてという時に渡りガラスっていうのは必ず登場してるわけですよね。そして日本でもカラスが太陽や生命の誕生、世界の創生に関係しています。神話が伝える三本足のカラス、ヤタガラスです。熊野に伝わる壮大な神事はその名残を伝えます。渡りガラスは日本ではほとんど見ることができませんでした。しかし最近北海道でまとまって冬を越していることが確認されました。会話しているような感じで鳴きますし、非常に人間的ですよね。鳥は日本にも姿を現した世界の創生種。しかしそこはダム建設のため森が切られ自然の形態が失われていました。北極で青春時代を過ごした作家の C.W. ニコルにとっても渡りガラスは特別な存在です。北極でさまざまな悩みを抱えていた若きニコルさんにイヌイットの古老は言いました。お前はいつもいつも自分の中へ何かを探そうとしてるけど、もっと外へ 見なさいと、聞きなさいと。君が必要なものは動物の魂の兄弟だと。年寄りが笑った。おい、分かったかと。兄弟がお前に教えてやったじゃないか。カラスはお前の兄弟だと。多くの神話で世界を作ったとされる渡りガラス。その神話には自然と共に暮らす人々が見つけた永遠に生きるための術が託されています。命と魂のつながりをたどる物語の語り部、渡りガラスが私たちの未来を語ります。この番組は雪印乳業、スバル、東急グループ、東芝、日華ウイスキー、永谷園、野村アセットマネジメント投信とご覧のスポンサーの提供でお送りします。北海道東部阿寒国立公園に隣接するこの山あいでは、エゾシカやオオワシ、オジロワシなどが冬を過ごします。ここは北海道の中でも最大のエゾシカの越冬地です。山の中から不思議な鳴き声が聞こえてきました。渡りガラスです。世界で最も大きなカラスで、鳥の仲間では最も賢いと言われています。渡りガラスの声の種類は多く、彼らより多くの声を持つのは人間だけと言います。鳴き声だけを聞けばとてもカラスとは思えません。So small.
作家の C.W. ニコルは北極を中心に北アメリカ北部で野生動物の調査に携わってきました。北極ではワタリガラスはおなじみの鳥です。本当にブレイブン？小さいな。ニコルさんが信じられないのも無理はありません。今までワタリガラスは日本では北海道でほんのわずかが冬の間飛来するとされていましたが、確認されたことはほとんどありませんでした。すごく小さいと思った。いやー、ここのは大きいですよ。近くで見れてないからっていうのもあるかもしれない。世界のワタリガラスの中でヒマラヤにいるやつの次ぐらいに極東のカムチャッカから縮めかけているやつでかいんですよね。そう、はい、レイヴンはワタリガラスと言ったら変な名前なと思って。だって渡らないもん、カナダの方がね、はい、世界中でも渡りをするワタリガラスっていうのは北海道が立ってくれるワタリガラスぐらいじゃないですか。ワタリガラスの生息分布は広く、ヨーロッパ、ヒマラヤ、カムチャツカ、シベリア、北アメリカ全域にわたります。左側の大きいカラスがワタリガラス、右側は日本でおなじみのハシブトガラスです。ハシブトガラスの体長はおよそ50センチ、くちばしの形は太く曲がっています。一方こちらはワタリガラス、首の下まで続く長い毛、そして鋭いくちばしが特徴です。彼らには自由と呼ばれる耳のようなものがあります。体長はおよそ70センチ、世界で最も大きいカラスです。比べてみると黒いカラスながら随分と違う鳥だということがわかります。青木紀之さんは北海道を中心にオオワシやシマフクロウ、タンチョウなど鳥類の調査の最前線に携わっています。あれだ、あれ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 あたり。青木さんは3年前にこの山あいでワタリガラスの群れを見つけました。100羽以上の群れがワタリガラスが北海道に来てるなんて最初誰も考えてなくて、でその大きな群れが来た理由っていうのはまだはっきりわからないんですが、オオワシと一緒にワタリガラスが北海道に渡ってきた時に、たまたまシカという非常にワタリガラスの好きな餌がガシだとか、まあ、他のいろんな条件でシカが死んで食べられることができた。北海道でワタリガラスが食べているのは主に餓死したエゾシカの肉です。彼らの食事風景は実に賑やかです。餌の周りで何度もジャンプするのはホッピングと呼ばれるワタリガラス独特の行動です。ワタリガラスは胸肉が厚く、歩くと左右の肩を揺らして歩いているように見えるため気取り歩きと名付けられています。エゾシカの毛皮は厚く、彼らのくちばしでは皮を破ることができません。そんな時彼らは大きな声を出してワシやキツネ、時には人に餌の存在を知らせ、彼らを利用して食べ物を手に入れると考えられています。カラスが何を一番喜ぶかって分かるかいと、死だよ、何かが死んだんだよ、死んだ何かがあってそれを我々の体になります、我々の魂にもなります。そうやって生まれ、動物が、魚が、鳥が生まれ変わってくるんじゃないかなと。
でそれを教えてくれた、運んでくれたのは渡りガラス。鳥とは思えない知性、不思議な音色で多様な鳴き声、森の中で彼らに出会えば彼らが特別な存在と考えられたのも不思議ではありません。世界の始まりには月も星もなかった。渡りガラスは最も力のある存在で、全ての動物、魚、木々、そして人間を作った。彼は全ての生き物を作り終えたが、太陽をまだ作っていなかった。全ての生き物は闇の中で暮らしていた。これはおそらく渡りガラスです。渡りガラスが太陽を取ってくるというアラスカの多くの民族に共通した話を取り上げたものでしょう。アラスカのフェアバンクスにあるアラスカ州立大学博物館。ここはアメリカ国内では先住民の資料が最も充実しています。さまざまな渡りガラスにまつわる収蔵品の中に、太陽をつかんだ渡りガラスが刻まれた石があります。これは多分数千年前のもので、ランゲル島で見つかりました。南東アラスカの最も南の地域です。アラスカ南東海岸、複雑な海岸線が作り出す豊かな自然が人々の生活を支えてきました。この土地に古くから住むクリンギットの人たちにとって、渡りガラスは世界を、歴史の始まりを作ったという特別な動物です。フーガは無数の島々の一つにある人口1000人ほどの小さな村です。村は近代化されていますが、今も人々の生活が豊かな自然に支えられていることには変わりありません。村の住人オーウェン・ジェームズさんは今も生活のほとんどを狩猟によって賄っています。この日はアザラシ漁に出かけました。アザラシの鳴き真似です。好奇心の強い彼らはこの声を聞いたら水面から覗かないわけにはいきません。アザラシを仕留めました。アザラシはすぐ水の中に沈んでしまうため、急いで回収をしなくてはなりません。野生動物は彼らの文化と切ることのできない関係にあります。この地域ではクリンギットの人だけがアザラシの狩猟を許されています。私たちは大地によって生かされています。アザラシ、シカ、クマによって生きています。だからいつもアザラシやシカなど大地の恵みに感謝しているんです。この日フーナでは新しく赴任した国立公園の管理官を招いての集会が行われました。自然の恵みと深く結びついている彼らの生活や文化は、時として国の資源管理と対立することがあります。彼らの文化を理解してもらおうとこの集会は行われました。
してクリンギットの伝統の踊りが披露されました。この日に振る舞われる料理はアザラシやシカ、サケなど伝統的な素材を生かしたものです。集会ではクリンギットの民族の伝統と尊厳が訴えられました。クリンギットの文化圏の中でも最も南の地域にあるケチカンは彼ら独特のデザインが花開いた場所です。町の周辺に並ぶトーテンポールには人間と野生動物を結ぶさまざまな物語が刻まれています。クリンギットの社会ではクランと呼ばれる家系が大切にされています。クランにはさまざまな動物の名前が付けられその動物は彼らの祖先として敬われています。I'm Eagle Clan is what you're saying. So this is in Tlingit, and you're going to say Ag Hatsiti. Ag Hatsiti. Okay.今年82歳になるクリンギットの頃をエスター・シェイさんは自分たちの文化を次の世代に伝えていこうと町の小学校で伝統文化を教えています。踊りや歌、芸術、動物とクランの関係、食べ物など内容は多岐にわたります。私の母は古い時代とともに生きていました。よく私にしてはいけないことを言い聞かせました。ベリーを摘みに行ったら枝を折ってはいけないとか、木の皮を取りすぎてはいけないとか、それはそういったものが私たちの一部であり、私たちは自然の一部であるという自然界の強いつながりを教えています。クリンギットの人たちは自然の恵みで暮らしていくためにその仕組みをよく知る必要がありました。動物の行動をよく観察し彼らの生き方や自然との付き合い方を学びました。特に渡りガラスはこうした役割が強かったといいます。神話は私たちの生活の一部であり文化の一部です。神話にはどうして動物を尊敬しなければいけないかが語られています。尊敬の気持ちを持たないで動物と接してはいけません。彼らを粗末に扱えばそれは自分に跳ね返ってきます。何かが起こります。なぜこの地球上にそういう樹木が生えたり他の動物植物そういうものが生命を宿すことができたかといったら地球上に水があったからではないでしょうか。だからあのお滝の姿形を持っているんですからその奥に潜む心というのは水であると。でも滝の信仰は水を尊ぶ心すなわち自然の恵みに対する感謝だと思います。和歌山県にある熊野那智大社は古くからの自然信仰を今に伝えます。御神体は落差133メートルの巨大な滝です。そしてここには不思議なカラスがいます。
いにしえに雨土いまだ分かれず、目を分かれざりしときまろかれたること鳥の子のごとくして、ほのかにして兆しをふふめり、それ澄み明らかなるものはたなびきて雨となり、重く濁れるものはつついて土となるに及びて、詳しく耐えなるが会えるは群がりやすく、重く濁れるが凝りたるは固まりがたし。日本の創世神話の一つ日本書紀では、最初に大地を作ったのはイザナギとイザナミの男女の神でした。二人は山や川、木や草を生み、次に太陽神アマテラス大御神を生みました。清らかな日が今天から迎えられようとしています。この日7月14日には那智の火祭りが行われます。那智の火祭りは自然の力を借りて新しい神々の魂を生み神社に納める神事です。イザナミによる魂の創造が時代を超えて繰り返されます。この神社には三本足の巨大なカラス、ヤタガラスが祀られています。ヤタガラスは日本の起源を伝える神話日本書紀や古事記で神の使いとして登場します。ヤタガラスも神話の世界に生きています。かつては蟻の熊の詣でと言われ、日本中から多くの人が熊野を訪れました。ニコルさんも江戸時代のクジラ捕りの生き様を描いた小説を書くために熊野の歴史、自然、信仰を学びました。奥深い山から川が流れて海に栄養を持ってくる、黒潮がいろんな恵み、いろんな文化を運んできました。山も非常に豊かです。でも山にも何か怖いものもあります。この海も怖いものあります。それは神様と呼んでもいいでしょうかな。照葉樹林の深い森に覆われる熊野は、この地方では特異な自然を持ちます。古い言葉の熊は神を指すと言われ、熊野は神のいる場所という意味だと言います。昼なお暗いと言われ、南方系の珍しい動植物が豊富な熊野は神話の舞台にはうってつけの土地でした。神々が存在している山国が美しい海と結婚する場所だなと、それは熊野だと僕は思います。火祭りが始まりました。太陽をかたどったといわれる大鬼みこしが滝を目指して進みます。大松明は聖なる火で祭りごとの場を清めます。
大宜味神輿には太陽を象徴する光がつけられています。火祭りは太陽と水が出会い、まぐわい、新しい魂を生む結び、万物創生の根源を再現したものと言われます。風作りだったんですよ。僕は風の一部、そして火と一緒に水を迎えに行った。ずっと自然と共に暮らしている人々は自然と超自然の境目はないです。森や川や海や山には主がいるんですね。魂と言っていいか、それを僕は信じてます。滝のところに迎えられた大宜味神輿に神官が新しい魂、御霊を入れていきます。新しい魂を生むために神官が八田ガラスに姿を変え、そのための力を授かります。渡りガラスが世の中の初めの語り部だったということは日本に関係ないという説もありますけど、熊野でどうして宮司さんがカラスのマスクを着てずっと離れてる人々と同じようなことをやるのかな。太陽とカラス、夏の神様はふすみの狼さんと申しまして、いざなみの狼さん、ふすみとは結ぶということで、古来の結ぶということは生産の産と魂と書いて結びと、要するに生成発展する力を持つんですよね。だからこの御祭神は日本時代で一番最初の女の神様、いざなみの狼さんだと。そのお使いが八田のカラス、熊野の神々の霊力をそのカラスの姿を通してですね、橋渡しをする。神事の最後に新しい神の御霊が神社に納められます。日本神話に生きる八田ガラス、ここでも太陽や創生と深い関わりがありました。自然信仰の伝達役、語り部として八田ガラスは今も神話とともに生きています。この映像は1964年に撮影されたアイヌ民族伝統の踊りです。これも鳥の舞で、地方によって鶴の真似とも渡りガラスの真似とも言われています。ここにも影を落とす渡りガラス、しかしアイヌ民族独特の文化の起源はまだよく分かっていません。アイヌ文化が一般的にシベリア、極東北米大陸にある、まあある意味で言うと渡りガラス的な世界というものと無関係だったとは思えませんよね。北海道アイヌ民族文化研究センターの谷本和之さんは、アイヌ文化をはじめ北極、シベリア、アラスカと北方の民族の文化を調べてきました。アイヌ文化と渡りガラスの関係で谷本さんが注目しているのがクジラ祭りです。海岸でクジラを見つけた盲目のおばあさんがそのことを知らせると、たくさんのカラスがやってくるという踊りです。北海道の白糠町では今もクジラ祭りが受け継がれています。白糠町の海岸線は遠浅で、昔はよくクジラが岸に打ち寄せられたといいます。クジラは渡りガラスが最も好む食べ物であることが知られています。アイのフーペデレ、谷そのヨリクジラが上がってきたものを取るというだけではなくて、そこでやっぱり一種の儀礼があるわけですね。そういう意味でやっぱりクジラの魂送りと言っていいところですね。
この儀式が行われる海岸はアイヌの人たちの言葉でパシクル、カラスという意味です。渡りガラスの問題なんかはアイヌ文化の基本的な貴族というのかな、そういう問題を考える一つとしては重要だろうと思いますね。つまりそれはシベリアの北方の文化とアイヌ文化の関わり方をどう考えるかということですよね。ロシア・カムチャツカ半島、海流と島々で海の向こうとつながる東北アジアの玄関口です。コリアク山脈を挟んでシベリアとつながる半島の北部は遊牧の民が生きてきたツンドラの大地です。ハイリナは旧ソビエト連邦が遊牧民の定住化のために作った新しい町です。ツンドラの中を迷路のように流れる川を船で移動します。しかしあまりにも広大な風景に自分がどこにいてどちらの方向に向かっているか全く分かりません。短い夏も終わろうとしているこの時期、川沿いには冬の食料を蓄えるためのキャンプがあちこちに設けられています。住居に入る前に着ている服の毛を少し燃やします。これはこの地域に住む先住民コリアクの人たちの伝統的な魔除けです。ここでも火は不思議な力を持っています。これはいいよ。ユンタと呼ばれるテントは中で焚き火ができ適度に煙たくなることでツンドラの大敵カヨケができます。中には川で獲れた鮭が冬の保存食のために干されていました。ニコルさんは早速鮭漁の様子を見せてもらいました。漁といっても川に入れてある網を引き上げるだけの簡単なものです。鮭を切るのは女性の仕事ですが、ご主人がそのやり方を見せてくれました。切り方割と複雑、ここ複雑だけどおじさんが男の仕事じゃないのにすごく上手です。 I think I saw him cut fish in two different ways. Но это потому что был мужикあ、もじかれじゃん。よそか、あたんすぺんこ。あたんよか。なんなこんてぺんえちょんなら。今回のカムチャツカの取材は、谷本先生の調査に同行する形で行いました。谷本先生は、北方の民族のつながりを調べようと、5回にわたってカムチャツカを訪れています。社会主義政権下でね、70年伝統的な信仰なんかが、まあ、凍りついていったまんま僕最近まで残っていて、それだけにその伝統がというか古い生活様式信仰等々が、まあ、残ってると言われているところですね。
カイリナの町に戻ったニコルさんは郷土史を研究するヤムナ・エリビーヤさんを訪ねました。エリビーヤさんはこの土地で古老からさまざまな伝説を聞き、それをまとめる傍ら自分でもさまざまな伝統的な形式の話を作っています。伝説によるとここにはコイキニャークとミイカという男と女の渡りガラスがいました。渡りガラスである二人はいつでも他の動物とか人間に自由に姿を変えることができたといいます。世界の初めに渡りガラスの夫婦がいた。その時世界には小さな土地しかなかった。寂しくなった妻は人間に変身し子供を産んだ。夫は驚いたが子供が住むための大地を作ろうと出かけた。飛びながら渡りガラスが海に排泄をするとそれが大地になった。木を見つけて投げ込むとクマやアザラシやトナカイになった。したのはトナカイの群れです。カムチャツカのツンドラの中で3日間やっとトナカイの群れと出会いをこっちに向かってきます。一緒に男 3,4 人くらいしかいないです。これはすごいことですよ。1000頭以上の動物をの面倒を見る、それとも動物の面倒を見てない、動物は勝手に移動してるかな。トナカイの遊牧をしているのは畜地の人たちです。彼らはカムチャツカ北部からシベリアにかけて暮らす遊牧の民です。不思議なことにトナカイと一緒に渡りガラスも姿を現しました。男たちがロープを手にトナカイを追い始めました。長い移動が終わったこの日、夕食のためにトナカイを一頭殺すことにしたのです。彼らはどのトナカイがどういう状態にあるかよく分かっています。冬を越せそうにない弱いトナカイを選びます。捕らえられたトナカイを殺すのは小さなナイフ一本です。トナカイを大事にしている彼らは生きている間はできるだけの自由を与え、殺す時はなるべく苦しまないようにします。ここにはトナカイと人間を取り持つ礼儀があります。
веточку, как подушка называется. Водичка и поить, чтобы с тобой проблем с водой не было.頭は必ず東に向けておきます。魂が帰る国は東にあると信じられているからです。You cut some of the liver off and put it there. Небо, небо. Вон все небо туда пойдет. Всем богам. Всем богам. The soul went to the earth. Самое главное надо для Бога. Сердце. Чуть сердце. Легкого. Органы. Иноч га, тамаши га, умарете каетте юку. ツンドラの大地では動物たちへの尊敬と人との深い絆が今も生きています。トナカイの肉の料理法は簡単。塩水で茹でるだけです。ナイフで切りながら直接口へ運ぶ遊牧民独特の食事法です。まさにトナカイの味そのものを味わいます。My son was born November. この日の一番のごちそうは血のスープです。新鮮な野菜はもちろん、穀物も手に入れるのが難しい遊牧の人たちにとって血は大切な栄養の源です。自分たちのために犠牲になった家畜の血が非常に意味が深いんですよ。血を流した生物に対する感謝、そしてその生物を育ってくれたこの広い土地、それを全てに感謝の気持ちで飲むんですね。だから気持ち悪いとか、血という気持ちは全然ありません。本当の意味の美味しいです。いただきます。Way over yonder is a place that I know. トナカイの遊牧は夜明けとともに始まります。 Where I can find shelter from a hunger and cold.And the sweet tasting good life is so easily found. Way over yonder, that's where I'm bound.When I get there, the first thing I'll see is the sun shining golden, shining right down on.少しずつ集められ、群れはどんどん大きくなっていきます。トンドラって何もないっていう感じがしますよね。しかし、ものすごくいろんな植物、生物がいるんです。
顔がたくさんあります。歩く感じにもう本当に絨毯のようなトゥンラがあれば、デコボコのトゥンラがあります。トゥンラの魅力は何だか、なんていうかな、人間が荒らしてない自然を遠く遠く見える、そしてどこまででも歩けるなっていう感じかな。渡りガラスが舞う豊かな自然ツンドラ、そこで暮らす人たちはトナカイの命、トナカイを養う自然の恵みとつながって生きています。渡りガラスは昔と同じようにその営みを見つめています。ツンドラを後にしたニコルさんは、意外にも街の中で神話の世界に生きるコリアクのシャーマンに出会いました。カムチャツカ第一の都市ペトロパブロフスクは旧ソビエト連邦の軍事上の重要都市でした。そのため西側にはなかなか解放されず、民族学の研究者が訪れることができたのもつい最近のことです。この町にコリアクのシャーマンと言われる女性がいると聞き、研究者の谷本さんと共に彼女を訪ねました。間もなく70歳というマリア・イェトンゲウトさんは北の地方の小さな町に住んでいましたが、世話をしてくれる人がいなくなり、この町に住む娘さんのところに身を寄せました。少数民族の社会でシャーマンは病気を治したり未来を占ったりと重要な役割を果たしてきました。先祖や動物の魂を守るのも仕事の一つです。シャーマンというのは単にその呪術的な行為をするだけではなくて、物語だとか歌だとか伝統的なその文化を最も確かに伝えている人ですよね。マリアさんはそういうことがはっきり分かる一人ですよね。ニコルさんは自然の中で育ったマリアさんに少しでも外の空気を味わってもらおうと河原へピクニックに誘い出しました。マリアさんが歌っているのは風を呼ぶ祈りです。太陽は全てのものを照らし、人は宇宙の命の法則の中で生きている。この大地、この大地の歌、私たちが自分たちだけで生きているという考え方は良くない。大地と命を大切にする必要がある。時と場所を超えてつながる命、魂、彼女の気持ちに応えるように木の葉は静かに揺れました。コロ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 チェウレリングンモンクリリングンコロ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 。マリアさんが話をしてくれたのは、渡りガラスの小池ニャークが頭から出た脳みそを食べたらまた自分の脳みそになったという話です。笑い話でありながら魂の再生を司る渡りガラスならではの話です。
さんは、神はこの世を作らせるために渡りガラス小粋ニャークを使わしたと説明しました。彼は魂の世界に自由に行けると言います。渡りガラスは何でも知っています。魂のことならたとえそれが他の星であっても知っています。人が死ぬなら3年前からそれが分かっています。基本的には渡りガラスというのはこの世とあの世とかね、生と死とか、それからこの世と天国とか、まあ、そういうものをこう行ったり来たりしながら、その人間と神、死者と生者の間を橋渡しする仲介者ですね。彼女自身は無数の物語そのものですよね。彼女の皮膚から目から声から全部他の世界が感じてしまいます。彼女こそシャーマン、語り部、素晴らしい人だったんです。これは私たちの祈りです。人が死んだら代わりの人が生まれてきます。木のように、花、石、川、川の流れ、海、湖、すべてです。すべてはそう生きています。こうして命がつながっていくのです。1999年の元旦です。神の使いヤタガラスが祀られる熊野那智大社、自然信仰の原点ともいえるこの神社にも多くの人が神様をお参りします。新年のにぎわいをよそに、この神社の御神体那智の大滝のたもとでは新年を祝う神事が行われました。太陽の再生を大切にするこの神社では新しい年は大きな意味を持ちます。その深夜、ヤタガラスの司る神事が行われます。芸水秘事です。暗闇の森の中にある奥まった場所で年に一度地下から湧く神聖な水を汲みます。お神の正月の元旦の虎の国にも張り火をも張りて読み上げられる祝詞は古来から宮司から宮司へ口づてに伝えられてきたものです。その御前に捧げ祭りてやたのからそのいつのかもわざとかえ祭ろうで御き甘きよきんじょうの祝詞とは神と自然と人を結ぶ言葉。夜の森では一層身に染み入ります。カラス帽をかぶり、ヤタガラスに扮した神官がこの神社が
生命の源と伝える神聖な水を汲み上げます。汲み上げられた水はそのまま神職によって運ばれます。宮司が秘伝の言葉を八田ガラスに噴した神官に発します。神官は一言答えると神々が宿る神殿へ向かいます。熊野にはもう一つ不思議なカラスが伝わります。カラスで綴られたお札、五王神符です。72羽のカラスは1羽1羽が特別な霊力を持っていると信じられてきました。ヤタガラスは神の霊力の実行者、汲み上げられた水はこの神符をするために使われます。太陽信仰の起源は再生への憧れと言われています。死後の再生を願った当時の人は地平線に消えては必ず再び姿を現す太陽に永遠の命を見ました。魂の再生にはまず肉体から離れる必要がある。古代の人々はそう考えました。動物や人間の死体を食べるカラスを魂、命の再生の案内役と考えたのです。五王神符がすり始められました。汲み上げられた清らかな水を使い、一羽一羽のカラスに強い霊力が宿るよう慎重にすられていきます。この神父に霊力を宿すため、この日から7日間にわたって毎日神事が行われます。柳の枝を使って板を叩きます。北海道のアイヌの人たちにとっても柳は神様との間を取り持つ大切な木です。こうして熊野のカラスは霊力ある存在となっていきます。祖先があって我々も回ってくると、要するに人の命は人が作っているんじゃない、一番最初は誰が作ったか、それを神様が目当たりとか、夏の滝の神様だと、水は命の母と、地球上に水があったからこそ緑ができて、我々人間も他の動物も共にこれ地球に共生、共に生きて生かされてもらっているんです。ヤタガラスが伝えるナチの教え、それも命のつながりの大切さです。カムチャツカや北島から渡りガラスが北海道へ渡ってきている時期です。カラスも買うの全然ないですもんね。渡りガラスはどこへ行ったのか、青木さんの調査が続きます。北海道の知床半島は北の大陸から運ばれてきた流氷に覆われました。厳しい冬の気候は美しい造形を作り出します。そして雪や氷で覆われた自然の中では命と命のつながりが見やすくなります。
いるよ、渡り。知床の海岸で渡りガラスを見つけました。この冬も北海道に渡ってきたようです。今わしの尻尾引っ張ったよ。この付近だけで全部で30羽程度。きっとこれから春までに内陸に移動しながら数を増やしていくでしょう。今一番興味があるのは渡りガラス。ここに来ている渡りガラスが多分カムチャッカ南部から千島にかけて繁殖している個体群だろうとは思ってるんですけれども、まあ確証はないというのが一つと、あとカムチャッカ千島で繁殖始まるの6月なんですね。で北海道がいなくなるのが大体例年ですと4月の末ですから、1ヶ月間どこにいるのかが、どこで何をしているのかがわからない。それをなんとか解明できること、ここの課題です。突然北海道にはっきりと姿を現した渡りガラス。彼らの姿をたどっていくと、北太平洋オホーツク海を取り巻く不思議な符号、渡りガラスの創生神話が続いていることが分かりました。神話は人間と動物、人間と人間の時代と地域を超えたつながりを伝えています。そしてその神話は人々の中で今も生き、語り伝えられています。私たちがまずするべきは祈りです。私たちは一つの屋根の下に生きています。地球は一つしかない、だから祈るのです。私の母はよく私たちを座らせ、クリンギットの歴史について話してくれました。私たちの先祖のどういった人たちがどこから来たのか、その人たちがどこに行ったのか。母はよく言いました。大昔、大洪水の前、人々はみんな一つだったと。動物の特徴みたいなものね、役割みたいなものって言ったようなものをきちんと仕分けしながら、人間は動物と自然と関わってきてるわけですね。渡りガラスは食べるものではないわけですよね。じゃあ何だというと、知性っていうか賢さっていうの、でそういうその賢さに人間の心が投影されて未来を予想するとか、現実を分析するとか、過去の記憶をね持ってるかとか、いうようなことを渡りガラスに、まあ、人間が託してる。ニコルさんは北海道で初めて渡りガラスの群れが見つかった山あいを再び訪ねました。ここは多くのエゾシカが冬を過ごすため、毎年大勢のハンターが訪れます。もったいないわ、最低よこれ。見つけたのは肉を残したまま捨てられ、無駄に命を奪われたエゾシカでした。カラスが見てる、カラスが何を見てるかと、カラスが自分を見てますね。見られてるよ、こういうハンターも見られてますよ。ずっといつまでもこういうようなことができると思う？それでもハンターかなと。ただの鉄砲撃ちじゃないですか、ただの殺し屋じゃないの。
ニコルさんが捨てられたエゾシカを見つけた場所では河川の氾濫防止のため現在ダムの建設が進められています。人のため、自然のため、人も他の命も同じつながりで生きているなら一方が一方のために犠牲になるという考え方はできません。この自然をの破壊を見て思います。悪循環がずっと起こるでしょう。なぜかと、人間は人間のことしか考えられないから、他の動物のことを考えてほしい、考えてほしいじゃなくだけじゃなくて他の動物になって人間を考えてほしい。それはこの渡りガラスのメッセージじゃないかなと思います。渡りガラスが語る物語、それは自然の中の命がいかにつながってきたかという物語です。すべての命は他の命とつながることで生きている。神話はそのつながりの最初を渡りガラスが作ったと伝えています。渡りガラスがこれからの時代をどんな物語として伝えるのか、その内容を決めるのは私たち。彼らはいつもどこでもこの世界を見つめています。しています。渡りガラスのさまざまな情報もご覧いただけます。ぜひお尋ねください。